おでこが丸くなると可愛らしい印象になってかなり印象変わるからおすすめですね。こんにちは、マツクリニックのボアイエです。今日はですね、私の症例の中から、おでここめかみの脂肪注入のモニター様をご紹介したいと思います。結構モツクリニックだとメインは脂肪吸引だけど脂肪捨てちゃうのもったいないからどっか入れたいなってなった時に結構ついでにおでここめかみの脂肪注入をしちゃうっていう方が多いです。あとはまあもともと豊胸したくてとかお尻の方向ブラジリアンバットリフトとかヒップリフトをしたくて脂肪をコンデンスに加工したけど、まあ、せっかくだったらおでここめかみに入れちゃおうかなっていう方とか結構ついで治療として皆さんやられてる方が多いですね。おでここめかみの脂肪注入は結構お顔の印象が変わるので人気はすごい人気ですね。もともとちょっと男性っぽい顔の方とかこうおでこが丸くなると可愛らしい印象になってまあそういう言い方していいのかわかんないけどちょっと女性らしい顔になるというか可愛い系に近づくっていう感じなので意外とかなり印象変わるからおすすめですね。私も入れてます。私も結構初めすごいこうゴツゴツしたおでこだったんですけど丸くして結構そうするとこう街中でパッて自分の顔とかがこう窓とかに映った時に丸くておおって思うので私もすごいね丸いおでこは気に入ってるんですけれどもおでこめこめかみの脂肪注入はダウンタイムとしては特に1回目の方はしっかり入れた後にちょっと目元にむくみが落ちるので脂肪が落ちるわけじゃないんですけど目元にむくみが落ちてきて1週間ぐらい目元が腫れます。まあ、結構女性はねメイクをされるのでメイクでうまくごまかしたりとかあとは伊達メガネしちゃう方もいらっしゃいますね。で、ちょっとバストとかに比べて圧がかかっちゃう分定着が落ちるので、大体皆さん1ヶ月後にもう一度来ていただいて、保証を使って冷凍保存してた脂肪をもう一回入れるっていうのをやってしっかり定着させています。9割ぐらいの方はもう一回やられますね。まあ、そんなに丸くしたくないっていう方は1回でもね、いいかなとは思うんですけど、一応そういう保証もついてますので、ご希望によって調整してますね。ということでですね、本日はまあそんなに結構ついで治療すぎて、あんまり症例写真が多分他の脂肪吸引とかに比べてないかもしれないんですけれども、実はすごい人気なおでここめかみの脂肪注入についてご紹介いたしました。ぜひね、興味ある方はカウンセリングにいらっしゃってください。ありがとうございました。ワイでした。